私はアニー、アニーバース、そう、ガジュマに命を奪われたドクターバースの娘アニー。気安く名前を呼ばないで。私はあなたを絶対に許さない。命を持ってその罪を償いなさい。待て、アニー。そうだ、俺がバースの命を奪った。その事実に変わりはない。俺は逃げない。この痛みから、俺の犯した罪から、そしてお前からも。それが俺にできるたった一つの償いだ。お前の気が済むまで、バースの痛みが分かるまで、俺は何度でもお前に刺されてやる。だから二度とこんな無茶はするな。命を粗末にするようなことはするな。バースのためにも。これからどうしたらいいの？お父さん、たった一人の家族だったのに。俺を憎め。俺を殺すために生きろ。俺にはやらなくてはならないことがある。今はまだ死ぬわけにはいかない。だがその目的を達したならば、この命をお前に捧げると約束する。だから生きろ。あなたにそんなこと言えなくても。アニ、お前が何を見せられているのか俺たちにはわからない。だがお前は一人じゃない。立つんだ、兄。聖獣の試練に負けるな、兄。兄よ、よくぞここまで来た。私はウォンティガ、風の聖獣だ。風の聖獣、ウォンティガ。ここに至るまでに私が君に見せたものは全て事実だ。しかし君の決意に揺らぎは感じられない。なぜ？命に色はないと言ったお父さんの思いがやっと分かったような気がするからです。父の思いか。君の信じる父親が何をしたのか、それを知っても君は同じことを言えるのか。どういう意味？君に見せよう、君の父親の事件の全てを。これが最後の試練だ。改まって話とは何だ？千の陛下は随分長い間病床に伏されていた。ああ、それにもかかわらず無茶をされて、あんなことをなさらなければいまだご存命であられたはず。いや、陛下は自らの死期を悟られていた。どういうことだ？
お前は陛下の病を未知のものだと言ったが、それだけでは説明できない不審な点がいくつもある。お前は私が嘘の診断をしたというのか。俺はお前を信じたい。だからこそお前に直接尋ねているんだ。私はラドラス陛下をお救いしたかった。だができなかった。陛下は邪魔だったんだ。バース死ね。お前の想像通りさ。私が陛下に毒を盛ったんだよ。バース、やはりお前が。やはりではなく、まさかだろう。親友じゃないのか、私たちは。チェッ、外したか。鋭い洞察力と非常なまでの冷静さ、それにこの戦闘能力、フッ、尺だね。尺だが、陛下がお前を重宝したわけだ。バース、殺すには惜しい男だ。だが生かしておくには危険すぎる。死ねえ。よせバース、やめろ。私は一体。バース、なぜだ。どうしてこんなことに。そうか、私がラドラス陛下。そうなんだな。違う、何かの間違いだ。違うんだ。私はもうダメだ。だからあとは頼んだぞ、アガーテン様を、アニーを。ダメだ、死ぬな。頑張れ、目を開けるんだ。バース、バース。友人、すまない。バース、死ぬな。バース、だ、誰か、誰か来てくれ。いや、これを見ても君は父を信じることができるのか。命に色はないと言えるのか。私の答えは変わりません。命に色はないと言ったのはお父さんです。でもその言葉の意味に気づかせてくれたのは友人でした。お父さんの事件以来、私の心は憎しみでいっぱいでした。あの人を憎み、ガジマを憎むあまりに、私は無関係の人を傷つけたり苦しめたりしてきました。でも友人は何度も何度も手を差し伸べてくれたんです。こんな私に。お父さんの命を奪ったのは彼かもしれない。そのことはとても辛いです。でも私が彼の、ガジマの体の奥に見た彼の心、彼の命は私と同じだった。目に見えるものだけが真実じゃないってやっと思えるようになったんです。命に色はないという言葉は私の見つけた真実だから。だからきっとヒューマとガジュマは分かり合える。私はそう信じます。私に力を貸してください。ヒューマとガジュマが共に歩む世界を取り戻すために。よかろう、兄。君に私の力を与え、フォルスを。これが聖獣の力。兄、その力とともに人の心に君の真実を風と吹かせることを願う。ただし
君の心に少しでも迷いが生じれば、その力は君の体をみじんに切り裂くだろう。そのことを忘れないでほしい。はい。やったね、兄。うん。大変、大変だ。どうした、マオ。僕は聖獣シャオルーン。シャオルーン。詳しい話は後。今すぐベルサスに向かうんだ。ベイ君、急がないと君は大切なものを失うことになる。大切なもの。俺の大切なものって。今のはどういうことなんですか。シャオルーンが直接出てきた以上、私が関われるのはここまでだ。兄、君の幸運を祈る。聖獣は急げと言っていた。ベルサスに急行するぞ。出発だ。
先を急ぐか。大丈夫か、兄。ありがとう。ごめんなさい。ごめんなさい。あなたはお父さんをかばって全てを失ったのに、悪いのはお父さんだったのに、私、私、兄、ごめんなさい。そうか、兄、全てを教えられたんだな、聖獣から。兄、俺と一緒にあの事件の真実を探そう。目に見えるものだけが真実ではないのだろう。俺たちが知っているバースはあんなことをする男じゃない。全ての命を等しく愛し、守ろうとした意志、それが俺たちの知っているバースの真実だ。お父さんの真実。バースが洗脳陛下の暗殺を企てた理由は俺にもわからない。だがそこに鍵があるはずだ。バースの無念を晴らすためにも真実を見つけるんだ。それが俺にできる償いだ。友人、ベルサス行きの定期便の運航は再開しているんだな。ああ、町の争いもひとまず収まったし、ようやく軍から許可が下りたんだ。ベルサスへは定期便で行こう。その方が早い。さあ、この船に乗るんだ。早くしろ。生まれたか。
なんかこの街、妙な雰囲気じゃないか。ガジマの姿が見当たらないようだが、そのせいか。あの、ちょっとごめんなさい。あなたたち、サニータウンで会った。スージーだ。そっか、ベルサスに住んでるって言ってたっけ。やっぱり、あの時は本当にありがとう。あなたたちが探していた人は無事に戻ってきた？ああ、クレアだ。はじめまして。はじめまして、クレアさん。スージー、ここで何をしてたんだ？お父様が旅行から帰っていらっしゃるの。港まで迎えに行ったんだけど、行き違いになったみたいで、そろそろ帰らなくちゃだわ。よかったら後で私の家に遊びに来て。あの時のお礼もしたいし。きっとよ。なんか感じが変わったな。元気っていうか明るいっていうか。今のが彼女の本来の姿なんだろう。あの時と違って笑顔が出るようになったんだ。ああ、王の盾やアガーテのせいで一体どれだけの笑顔が奪われたんだろうな。女王に似ているガジュマか。スージーも喜ぶだろう。それにしてもスージー、どこへ行ったというのだ。スージー、何をしておった。あれほど一人で出歩くなと言ったのに忘れたか。お前は一度もう心配すぎよ、お父様。以前のようなことはもうないって聞いてるし。まさか、いえ、でもそんな、まさか、だってそっくりだもの。お父様、まさかこの方、女王様。私は女王じゃありません。私は。そんなことは分かっている。本物の女王が一人であんなところにいるわけがない。でもこんなに似てるなんて。スージー、このガジュマをお前付きのメイドにしてやろう。部屋へ連れて行って好きなように使うといい。え、そんな、私いらないわ。まあそういうな。王の盾に囚われた時に味わったうさをこの娘で存分に晴らしてはどうだ。これからどうしますか。聖獣が急がないと大切なものを失うって言ってましたけど。ベイグ、心当たりは？考えていても始まらん。少し街の中を歩いてみよう。どうもこの町の連中はガジュマとヒューマが一緒なのが気に入らないみたいね。チェッ、ラジールだと同じってか。胸クソ悪い町だぜ。となるとまともに話を聞けそうなのはスージーくらいか。ベイグ様ですね。お嬢様からお話は伺っております。どうぞこちらへ。ねえ、あなた本当に女王様じゃないの？違うわ、私は女王なんかじゃない。私は、たとえあなたが誰であっても、あなたの姿を見てるとさらわれた時のことを思い出すの。前に女王様のせいでさらわれたことがあるの。あなたが悪いわけじゃないけど、あなたをそばには置いておけない。
置いておきたくないの。橋を渡ったところにガジュマたちが集まって住んでるわ。逃がしてあげるから、そこへ行ってかくまってもらいなさい。お嬢様、お客様がお見えですが。すぐに行くわ。門番にはうまく言っておくから。いいわね。私はどうしたらいいの。おいお前、さっさと立ち去れ。ここはなんてひどいところ。どうしてこの国にこんなところが。女王様、そんな、まさか。いや、間違いない。あなたはカレギア女王アガーテ様ですね。なぜこんなところに。あの、ここもベルサスなんですよね。なのにどうしてこんなに荒れているんですか。やはりこのベルサスの状況を女王様はご存じなかったのですね。このベルサスではヒューマが権力を持ち、我らガジュマはこのような貧民街に追いやられているのです。ラドラスの落日以前には両種族は共存関係にあったのですが、まるで遠い昔の話のようです。どういうわけか最近は特にひどく。申し遅れました。私はジャンニと申します。この地区のガジュマをまとめているものです。どんな経緯であれ、女王様がこんな場所に来てくださるなんて。どうか我ら民の声を聞いてください。でも私は。みんなきっと喜びます。お願いします。わかりました。カレギアにはこんなひどいところもあったんですね。お分かりいただけましたか、女王様。ええ、こんな状況を放っておくなんて。女王様、無礼を承知で、同じガジュマとして女王様にお願いしたいのです。私たちはこの状況が改善されるようヒューマのリーダーであるスカラベと話し合いを持ちたいと思っています。しかしスカラベは話し合いたいという我々の言葉にさえ耳を貸そうとはしません。でも女王様のおっしゃることであれば言うことを聞くのではないかと思うのです。ですからお願いします。わかりました。私にできることならばお引き受けしましょう。本当ですか。ありがとうございます。今日ほど幸せな日はございません。本当にありがとうございます。そうか、あんたたちは娘の恩人だったのか。せっかく来てくださったんだもの。今晩はうちに泊まっていただいてもいいでしょ。おお、もちろん。だがそちらのガジュマには遠慮してもらおう。そのガジュマはあんたらの従僕だろ。残念ながらこの屋敷には客の従僕のための部屋は用意してないのだ。従僕だなんて、この人は召使いじゃありません。
ユージーンは私たちの仲間。わかりました。私は宿に戻ります。だったら僕たちも一緒に帰るよね、みんな。スージー、すまないが俺たちは宿屋に帰る。せめてお食事だけでも。いえ、遠慮しておくわ。あなたのお父さんの渋い顔を見ながら食事する気にはなれないもの。お父様のせいで不快な思いをさせてしまって本当にごめんなさい。お父様は昔からあんな風にガジマを見下していて、それがここのところどうしてかますます極端になって。ユージーンさん、すみませんでした。いや、いいんだ。こちらこそいろいろ気を使わせてしまった。じゃあまたね。あなた、なぜ戻ってきたの？スカラベさんにお話ししたいことがあるんです。ダメよ、あなたを逃がしたってことをお父様に知られたら。私、スラムのガジュマども、わしの娘に何をしようというのだ？そのガジュマの娘にも手を出すなよ。そいつはうちのメイドだ。スカラベさん、あなたにお話があります。話だと？メイドの分際で、しかもガジュマのくせに、何を偉そうに。聞いてください、スラムに住むガジュマたちのことです。スラムの？お前、そいつらに何を吹き込まれた？私の話を聞いてもらえないでしょうか。何でもいいから、とにかく中へ入れ。あなたたちはそこで待っていてください。しかし。大丈夫ですから。あ、ちょっと待って。それでわしにガジュマとの話し合いの場を持てと？はい。ガジュマを町から追い出してあんな貧しい暮らしを強いるなんて間違っていませんか？本来ガジュマもヒューマもお互いがお互いを認め合って仲良く暮らしてきたはずでしょ？話をしてもらえませんか？彼らの訴えを聞いてください。断る。どうしてお前にそんなことを指示されなければならないのだ？指示だなんて。ただ私は胸が痛いんです。誰もが仲良く暮らすべきなのにこんな状況で。これがこの町のやり方だ。でもその町のやり方っていうのが間違ってるって思うんです。大方スラムのガジュマに女王に祭り上げられてその気になってるんじゃないのか？何をそそのかされたかは知らんが、いい気になるなよ、偽物めが。そうじゃないんです、ただ。うるさい。誰かこいつを空いている部屋に閉じ込めておけ。少し頭を冷やせば落ち着くだろう。せめて彼らの話を聞いてください。お願いです。いいから来い。どこへ行くんだ、クレア。あなたこそ休まなくていいの？なんだか落ち着かない気分なんだ。私もなの。そうか。散歩でもしないか？え、でも一人で歩くのは物騒だ。それに急がないと君は大切なものを失うことになる。行こう。
クレア、お前にとって大切なものってなんだ。え、私の、それは家族だとか好きな人だとか。家族、好きな人か。大切なものを失うと聞いたとき、ふとミルハウスとのことを思い出した。枯れ木屋城でアガーテが消えたとき、あいつは泣いていた。女王がいなくなれば臣民は悲しむものでしょ。俺にはそういうのはわからない。だがあいつのそれはもっと違うものに思えた。違うもの？つまりお前の言う家族とか好きな人とかを失った。まさか、そんなわけないわ。どうしてそう思うんだ？だって彼はあなたとは違いすぎるって。だからそのまた、いえ、女王様はガジュマの姿のままではダメなんだって。それで、種族が違うから好きになれないってことか。あいつがそんなことを。もし仮にあなたが大切な人に同じことを言われたらどうする？どうすると言われても俺は受け入れてもらった。こんな違う自分でも、おじさんやおばさん、それに。どうしたの？いや、あなたは幸せなのね。クレア。いえ、なんでもないの。ごめんなさい。二人ともこんなところにいたのか。心配したぞ。友人。あまり安全とは言えない街だ。不用意に出歩くのは感心できんな。すまない。何があったんだ？行ってみよう。俺たちの話を親身に聞いてくださった。それを捕らえるような真似は許さんぞ。女王、どういうことだ？わからん。一体何が起きているんだ？スカラベが出てきたぞ。スカラベ、女王様をどこへやった？騒ぐな。女王様はお疲れだ。今はお休みになっている。話は女王様より伺った。明日町中央のミール広場でガジュマとの協議の場を持ちたいと思う。本当か？本当だとも。だから今日はお引き取り願おう。友人、どういうことだ？女王はあの爆発で死んだんじゃないのか？いや、ただ消息不明とされている。だがクレアさんが生きていたことを考えれば、あるいは陛下も。さっきの話からすると、陛下はこの屋敷にいらっしゃる。会いに行くか？いや、お休みの時間を邪魔するわけにはいくまい。明日、ヒューマとガジュマの話し合いに陛下も立ち会われるなら、その時に陛下のご無事を確かめることができるだろう。とりあえず宿屋に戻って休むとしよう。クレア。あ、ごめんなさい。行きましょう。
そろそろその協議とやらの時間だぜ。行くのか？ああ、陛下のことが気になる。行こう。